ワールドはマジでなんか熱が発表されてからみんなやってるね。ワンチャン誰かともっかいワールド最初からやっても面白そうだなでも俺ワールドなやりすぎだからな本当に。マジで俺相当やったからなまあモンハン、ほんにガチのモンハンオタクからしたらあれだけど、ワールド俺地味に1000時間くらいやってんだよね。1000ちょい時間やってる。俺ワールドやってないのお宝と、なんだっけ、観察日記だっけ。 お宝と観察日記と、あと玉が7個ぐらい持ってないだけで、あと全部やったはず。ワールドより前の過去作、いや、過去作ってさ、だってさ、よっぽどうじゃない限りさ、基本劣化版じゃん、言うて。その、やっぱ思い出として、 楽しかったったていうその当時やってた人たちはその昔の方がいいっていう作品ももちろん中にはあると思うんだけどその完全にシステムとかその見やすさとかグラフィックとかの本当にただただ事実だけをこう並べた時ってやっぱ劣化版だからやっぱ、ね、あんまりがっかりしたくないのもあるしなんかそのわあすげえ面白いって言われてたのに面白くなかったわっていうのは、まあ、それは昔のゲームなんだしそりゃそうだよねって話話だから。 その不便さを楽しめたりするのって当時の人たちだけだと思うんだよね。結局ほら、アニメと一緒でさ、でラキースターとかハルヒってめちゃくちゃ面白かったけど、今のアニメ見慣れてる人たちに見せて面白いって言うかって言ったらさ、まあ多分大多数はそんなに面白くないって言うわけなんだよ。おそらくね。でもやっぱ当時から見てた俺らからすると、まあ俺らっていうか、まあ見てた人たちからすると、まあいいよねっていう、いい作品だねっていまだに思うわけで。 まあやって面白いっていうパターンもあるだろうけどね。まあ俺基本的にグラフィック大好きだし、もともと俺めちゃくちゃ MMO やってる時からグラフィック、グラフィックおじさんなんだよね。あのグラフィックが悪い MMO を遊びたくないだったから当時、あのレッドストーンとか選ばなかったしね。その昔からあるゲームとか、そ,のそれこそメープルストーリーとかさ。いや,まやれば面白いかどうかは置いといて、なんかもうパッと見のグラフィックがまず っていうだから俺 2D ゲームとかあんまやんないじゃん。2D ゲームとかあんま好きじゃないんだよね。ただ当時からやってた面白いって分かってる 2D 系とかは全然やるけど。ロルあールあ、だからロールも俺グラフィックめちゃくちゃ嫌いだったよ。昔の。今はでもロールグラフィックかなりいいと思うけどね。昔のロールはもうザ・アメリカって感じのグラフィックでマジきつかった。あの時はまあ俺友達からめちゃくちゃ勧められてやったっていうのが入りだったから。あ、俺テラリアもダメだ。 ま、テラリアは 2D かどうかを置いといて、俺、あんまりその、ハマるところまでやってないと思う。テラリアみたいなゲームは多分ね、その、めちゃくちゃやり込んで、ある程度までいったらすげえ面白さがどんどん広がっていくゲームだと思うんだけど、3時間ぐらいやったけど、俺は面白くなかったね。多分、その先面白くなっていくんだろうなとは思うんだけど。まあ、でも、言うて最近はその辺の好みもちょっとだいぶ、まともになってきたけどね、若干。だそれこそ言ったらさ、俺、あの、 めちゃくちゃ勧められすぎて、だし、まあ、実際やって、ま、この時間でこのクオリティだったら面白いなと思うけど、あの、なんだっけ、あの、ホラーゲーの会社あるじゃん。日本の。なんかの、コンビニとかなんかいっぱい出てるやつ。あれ、あれとかもね、俺、なんも知らなかったら、ま、そう、チラずだと。とかもう、俺多分何も知らなかったら、俺、絶対やんないゲームだと思う。配信とかしてなかったら俺、間違いなくやらないね。もう、見た目で、見た目だけで。絶対に手出さないと思う。まあ、もう今やってるから面白いの知ってるけど。あ、逆にね、バンサバみたいなのはちょっと好き。 あれゲーセンでさ、あのー、メタルス,スラックとかやってたから、なんか結構近さを感じて、あの辺は不快感そんなにないから。ちょっとアーケードっぽいじゃん。あのー、ヴァンパイアサバイバーズも。あ、そうそう、好みだからね、そう、線引きはね、あのー、完全にあれだよ。さっき言ってた、あのー、ところどころに思い出補正はかかってるけど、思い出補正がかかってものに、あかかってないものに関しては厳しいっていうだけだよ、俺。 俺だから、アンダー、俺あの、前も言って、俺定期的に言うけどさ、俺その、ゲームを調べないから、そんなに。新作とかを。新作とか俺探したりしないから、ちょっと前にさ、あの、アンダーテイル流行ったじゃん。で、まあ今はちょっと前に流行ったアンダーテイルって知ってんだけど、その、流行った当時知らなかったから、その、昔からある、なんかすげえ大人気ゲームだと思ってた。あの、チラッと見た時に。まあ,あれもなんかちょっと古い感じゃんちょっとファミコンというかスーファミというか、 なんかそっち系の感じじゃんね。グラフィックが。パッと見。なんかもう、あの、昭和のゲームだと思ってた。その、インベーダーゲームは言い過ぎかもしんないけど、なんかそう、そういうくくりのゲームなんだと思ってた。マザーいやもう俺だ、マザーがわかんないもん。そもそも。